皆さんはじめまして。岩手県大船渡市で活動している国内宣教師の瀬智幸です。今回は大船渡市での宣教や活動についてレポートします。私は震災後の2011年10月から山口県の諸教会からサポートを受けながら国内宣教師として岩手県での宣教を CCMN の宣教チームとともにしています。震災当初から私たちは物資の配布やイベントなど開催し支援活動を行ってきました。今は町のニーズに合わせて地域のイベントを手伝ったり被災地域の教会や牧師先生と共に励まし合う東北コーチングネットワークを2014年から大船渡市で定期的に開催しています。参加者の中には関東や岡山県また香港から先生方が来てくださっています。岩手県沿岸部は震災前からもともと教会が少ない地域でした。また交通の便や立地上震災前も新しい他の地域との交流も少なかったので新しいものを受け入れたり変化することに時間がかかると思います。そのためここでの宣教はとても時間がかかるというのが3年の宣教活動での感想です。働き人が落ち込んだり孤独感や無力感を感じやすいのでコーチングネットワークのような互いに支え合い励まし合うネットワークの重要性もこの地域では高いです。しかしそういった中で少しずつではありますが地元の方でイエス様を信じる方もいらっしゃいます。聖書の岩の上に家を建てる例え話のように私たちは今どんな風にも大水にも負けない強い信仰の土台を時間をかけて作っていると感じています。岩手県沿岸部での私たちの種まきが目に見える結果として現れるにはまだ時間はかかると思いますが大切なことを大切にし続け地元の皆さんと希望や愛を分かち合いながら前進していきたいと思います。その積み重ねがこの町の復興に貢献できることだと考えています。また5月4日は岩手県沿岸部で初めてとなるユースネットワークの集まりも考えています。20代や10代のクリスチャンがほとんどいないこの地域で10年後、20年後も残る互いに励まし合うネットワークになることを願っています。当日は観光したり食事をしたり祈り合ったりし関係づくりを大切にしたいと思います。覚えてお祈りいただけたら感謝です。祈りの課題といたしましては震災から5年目になり仮設住宅から仮設住宅へ、仮設住宅から復興住宅などに移る方が増えてきています。人が動くということは良いこともありますが、新たな人間関係を作らなければならなかったり、取り残された感などの新たな孤独を生む可能性もあります。そういった孤独を感じている人の心に、神様の希望と愛が届くようにお祈りください。以上、岩手県大船渡市で活動している瀬智幸からのレポートでした。